リア、実況プレイ始めていきたいと思います。前回、薪にじゃねえわ。暖炉に、花を入れまくったら火事になっちゃったよって話ですね。というわけでやっていきたいと思います。ここの花をいっぱい取れるってのが、前回分かったから、一応花いっぱい持っといて、もしかしたらこっちの花とかも普通に詰めるんかな。あ、めっちゃ長い名前の花、手に入った。オーケー。ここで一本ずつぐらい積んどいて。で、どうすんだ？暖炉に火は灯してあんだっけ？あ、灯してあるね。まあ、暖炉に花をなんか入れんだろうな。そのヒントみたいなのが。あ、そっか。ここの部屋とか行ってないんだよな、確か。こっから誰かが出てきたから行けなかったんだよね、確か。怖い。このゲーム怖いんだよな、ちょっと。絵はすごい可愛いけど。ここ行ってないもんな、絶対。おお、動かせんのかい、怖えな。高そうな化粧品が雑多に置かれている。たくさんのドレスが収納してある。おお、宝箱みたいなのあんじゃん。綺麗なアクセサリーが収納してある。キラキラしてるな。あ、そっか、キラキラしてるやつ好きだもんな、カラス。で、空のティーセットが片付けられずに置かれている。毛皮みたいのあんね。お！座れるんかい、かわいいな。何この、こだわってますね。好きだわ。机が高すぎて上が見えない。こことここに持ってけよってことね。オッケー。あー、やっちまった。あ、そっか、これ弾けるんだった、このゲームは。えい。で、えい。まずはこっちから調べよう。写真立てが伏せて置いてある。家族写真か。カラスどんな声で喋ってたっけな。ちょっと何日か空いちゃってるから忘れちゃったんだよな。花に関する本が置かれている。へぇ。花に関する本か。お、そのままいけんだ。机を調べる。ちょ、台を降りるか一旦。セーブ、こういう時はもうセーブ常に。花の図鑑あるな。何か気になる花があるか？ローゼン、ローダンセ。なんだそれ。ローダンセ。聞くか、ローダンセ族。花言葉は変わらぬ思い。なるほどね。丸がつばつにち。茎が細くてなんだか弱そう。育てられるか少し不安だけど。今日、かすかに、つぼみが咲いていた。おお。丸月三角日。咲いた花は思ったよりも少なかった。日が少なかったのかしら。もっと調べなくちゃ。これ、あれか、日記なのか。一個一個の花育ててったのかな、ここの家の人は。丸月三角日。今年も、ピンクの可愛い花を咲かせた。ローダンスはピンク色なんだ。やっぱり、難しくて全部は咲かなかったけれど、来年はもっとうまくできそう。すべてがこの可愛らしい花を咲かせるまで頑張って育ててみよう。素敵じゃん。丸月ダイヤ日。今年は去年よりも少なかった気がする。来年はどうしよう。まだ頑張るべきだろうか。この花の言葉のようなものはきっとないのね。変わらぬ思い。ああ、なるほどね。もう疲れちゃったんだ。ユリオプスデイジー。聞くか、デイジーって聞くなのか。ユリオブス家族。家族で。花言葉は、円満な関係。ほう。丸月バツ日。庭上に適していると聞いて育てることにした。あ、ってことは庭に置いてあったつか咲いていた花の一つはこれなのかな。手間もかからなくて育てやすい。順調に芽を出している。丸月三角日。今日、黄色い花をたくさん咲かせた。あまりに可愛らしくて、あの人にも見せようとしたら、そんなことどうでもいいと目を合わせなかった。けれど、バイオレットな目を輝かせていた。来年も綺麗に咲くように育てないと。だから、バツ日と三角日は、だいたい頑張ってんだな。ああ、そういうこと終わりか。アネモネ、知ってるな。金棒毛か一輪相続。花言葉は見捨てられる。アネモネってなんかネガティブな花言葉が多いんだよね、確か。丸月四角日、色が豊富で小さくてとても可愛い。
簡単で育てやすくて私に合っている気がする。すべて満開になったら絵画のような景色が見られそう。素敵な言い回しだね。丸月バツイチ。今日はほとんどのつぼみが開いた。バイオレットが、あ、バイオレットってのは主人の名前なのかな。バイオレットのメガってさっき書いてあったから紫色っぽい目してんのかと思ったわ。全部の花が満開になるのをそわそわしながら待って、明日には見せられるかしら。もしかしたらこの女の子がバイオレットちゃんなのかもね。丸月三角日、やっと満開になった。想像していたよりもとても綺麗で驚いた。バイオレットも声を上げて喜んでいた。この子が花を好きでよかった。素敵な話じゃん。ユリカ、チューリップ族、花言葉を思いやり。へえ、そうなんだ。素敵だね、チューリップって。丸月三角日、赤、白、オレンジ色のチューリップを育て始めた。どれも順調に芽を出してきている。丸月ダイヤ日、今日全部の色の花を咲かせた。バイオレットは綺麗だと喜んでいた。来年も綺麗に咲いたらホールンデを飾りましょう。丸月バツ日、今日も綺麗な花が咲いた。早速ホールに花瓶を置いてチューリップを飾ろう。あ、てことはホールにあったのがチューリップか。バイオレットにもよく見えるように少し低めの位置に。あ、やっぱバイオレットってそうなんだ。私たちか。で、いいのかな。へえ、そうなんだ。で、アイテム、あ、名前めっちゃわかってんじゃん。ローダンス、アネモネ、ユリオプデイスデイジー、チューリップ3本、やっぱりか。ホールに生きてあった花、庭で摘んだ、庭で摘んだ。なるほど、なるほど。で、どうすんのこっから。まあまあ、とりあえずは、あれだよね。他の部屋も知ら、こいつとか調べたっけ。石膏の胸像が飾られている。ほう。鍵がかかっている。鍵がかかっているな。高そうな壺が飾られている。鍵がかかってるな。え、そんだけか。なんか。もういいのか。次なんかやることある。この写真、そういえばもうちょいちゃんと見とくか。家族写真か。そんだけか。特になんもないんだな。どうすんだろう。ちょっとわかんねえな。外は真っ暗だ。どうすりゃいいんだろう。なんかヒントがあったのかな。とりあえずここに花を入れんだろうな。多分順番通り花を入れないと火事になるんだろうな。その順番がどこに書いてあるのかは全然わからない。でもよかった。はてなはてなはてなの時に運よくすべて言ってたりしたらわけわかんなかったな。今日の問題。L, O, L, D。ドールでしょ?ドール。アネモネ。L, O。これが関わってきてそうだな。あ、このちょっと、なんだっけ、なんとかティアみたいな本も調べに行くか。あ、この本だとかなったりすんのかな。上に行って、どこだっけ、ここだっけ。あ、違うな。こっちか。ここだよね。あ、そう。ザ・サーキュレットティア。これ、あ、そっかそっか。この話が、この話に書いてあんのかな?ある日少女は山に花を摘みに出かけた。そこで少女は女神と出会った。なるほど。少女は女神に花で作った髪飾りを捧げ、サーキュレットティアーってのは髪、花冠みたいな意味なのかな?しかし、ある時その山が火事になってしまう。少女は井戸水で何度もかけるや、あ、でしょ?涙を流す、涙を燃える炎へと変わる。あの山の花はすべて燃え尽きてしまった。なんだろうね。あの時のとか書いてあるけど、何もわかんないな。どっかにヒントがあったりすんのかな?
ここはねえか。ちっちゃい扉だから、ここがリリーちゃんの部屋なのかな。もう一回これ呼んでみるか。どうなんだろうな。丸月ダイヤ日。これは丸月バツ日と三角日しかないな。円満な関係。この花言葉がなんか変わらぬ思い、円満な関係、見捨てられる、怖、思いやり。思いやりがあるんだな。チューリップには。思いやりを持って、なんか文章にすんのかな？思いやりを持って、円満な関係にして、見捨てられて、変わらぬ思い。全然わかんねえな。R、E、A, T. あ、そういうことか。あ、そうだ。わかったわかったわかった。これあれだ。あ、わかったわ。頭文字でティアにすんだ。絶対、絶対そうだ。うわ、これめっちゃきらめいてるわ。きらめいたって何やねん。きらめいたんじゃない。そういうことか。だからあの新聞の、ドールにするくだりも頭文字を取れよってことで、で、このティア、T-E-A-R だな。T-E-A-R だ。あ、ってことじゃない？これ、絶対。T-E-A-R で言ってみよう。うわ、そうじゃない？これ。うわ、めっちゃくちゃすごいんじゃない？これ。もしかしたら。うわ、ちょっと嬉しいな。T ってことは絶対チューリップ。だってそうだもんね。これが E。あ、絶対そうだ。A。R、あ、やった。絶対これだ。絶対これだよね。チューリップ、ユリオプスデイジー、アネモネ、ローダンス。オッケー。これでいこう。うわ、こんなの、思いつけますよ、みんな。うわ、謎解きがめちゃくちゃ神がかかってない？すげえ嬉しい。今の。あ、絶対そうだよね。ティアーだもんね。ってことは、まずは、燃やそう。ごめんよ。チューリップ、ティアを作るんだ。あーね、もうね、ローダンス。お、やった、消えた。中に何かあるぞ。寝室の鍵。そんな燃えそうなものよく持てるな。確かにね。やっぱ人形だから感覚がないのかな。今日もお友達と遊んできました。毎日とても楽しいです。もう私は一人じゃないんだなって嬉しくなりました。素敵じゃん。よかった、よかった。うわぁ、割とすごいんじゃない？これ。新聞がやっぱちゃんと意味を持ってたんだ。やっぱ頭文字持って、ん？なんか音が聞こえるぞ。またかよ。ああ、そういうことね。確かめに行くってことね。ここか。音はここから聞こえてるみたいだな。入るでしょ。わ、人形、うわぁ、怖えな、もう。閉じ込められたな。なになに？うわ、怖え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 。置いていかないで。セーブしますか？あ、セーブするしかないじゃん、こんな。部屋の外に逃げるぞ。オッケー。まあ、とりあえず一回捕まってみるか。バッドエンドになるのかな？え？え？あ、なんも変わんねえんだ。え？なんだったんだ？え？このまま進むことある？どういうこと？あ、やべやべ、全然わかんない。わ、今のバッドエンドかと思ってやっちゃった。え、これバッドエンドじゃねえの？もしかして。この引き出し鍵がかかってるな。暗証番号が必要みたいだ。え、わからんわからん、まだ。え、わかんの？もう、すでに、本当だったら。え、わかんの？ 11 なんてことはないよな。え、どこに書いてあるんだろう、そんなこと。え、ちょっと、やだな。ちょっと、やだな。え、進んじゃうのかよ。やめてよ。まあ、とりあえず、1005か。あ、そっか、これ誕生日だ。1013。入れてみるか。おお、マジか、適当だったぞ、今の。
バイオレットの部屋の鍵を手に入れた。パパとママの部屋。リリーの声が聞こえる。毎日聞こえるの。遊んでって私の名前を呼ぶの。あの子は話せないのに。話せるはずないのに。怖い。どうしよう。怖いよ。助けて。まあ、さっきもそんな。え、音消えたんだけど。何があんのこっから。行きたい場所があるんだろ。え、何終わる？もうこれ。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい、リリー。バイバイ。あ、終わんのこれ。入るのか。入るしかないでしょ。そうか。あ、何どういうこと？あ、やっぱ私リリーか。俺が人形だったってことか。ん？リ。何怖え。ぐ、あー。うわー、怖い目が。やめ、リリー。うわ、怖え、怖え。何？もう何？あー、終わったんだ。ちょっと全然わかんねえわ、さすがに。え、結局何だったの？これは。どういうことだったの？やっぱ人形に捕まったのがダメだったってことなのかな？普通に考えたら。そうだよね、多分。人形に捕まらないフィン。映画のようだな、本当に。え、まだ進め、あ、リリー。リリーなのかも、名前すらわかんなかった。やべえわ。かわいそうなバイオレット。そんなことないわ。バイオレットが悪いんだもの。初めて喋ってんね。君も憎んでいたのかい？私はバイオレットが好きなだけだよ。誰が喋ってんのこれ。僕は寂しいよ。もう二度とバイオレットと遊ぶことができないんだね。今までと変わらない朝が来るだけよ。ね、リリー。もう満足した？うわ、何？どうしたの？どういう展開？うわ、怖え、怖え。お前、今までなんか、もういらない。何が？まあでもよかった。バッドエンドを回収することができて。オッケー、絶対逃げてやろうぜ。オッケー、任せろ。ぬいぐるみが道を塞いでいる。ナイフで刺しますか？刺すしかねえじゃん。うわ、刺すよ。刺し殺すしかねえじゃん。ごめん。何？どういうこと？さっきよりも随分残酷な話。え？え、成功した？う。え、大丈夫かこれ。さっきと同じじゃないよな。何だったんだ。え？どこか満足そうに見える。なぜなぜ？睨まれてるように感じる。どこか満足そうに見える。なんで？俺捕まったの今の。子供用の奥歯が置かれている。たくさんのおもちゃが雑多に入れられてる。俺捕まってないよな、多分。いや、でももう一回やって、ちょっと心配だから。よし、絶対逃げよう。で、刺すんだろ？あ、やばい、何もしない、選んじゃった。刺す。刺し殺す。あ、変わんねえのかな？わかんねえ。よかったか、これで。何だったんだ？いや、ごめん、なんか、無駄な時間過ごしちゃった。古いトイピアノが置かれている。オッケー。どこか満足そうに見える。お前だって刺し殺されたんじゃないの？まあ、そっか。とりあえずここ113、あ、10、13だもんね。まあ、これ見たし、音消えんのも分かったから、これがどうなるかだよね。同じだったら、やっぱ逃げれてないってことだもんね。ん？あ、リ。うわ、やっぱ、変わってねえのか。あ、オッケー。逃げれてねえんだな、俺あそこ。刺すしかないんだよな。オッケー、あ、やっぱ、あ。もっと早くだな、オッケー。刺す。刺し殺す。ああ、よかった。これが正解か。よかった。ああ、なんだったんだ。怖えな。よかったよかった。これで正解だな。何回やったことか。よし。
とさ、本当のエンディングを見に行こうぜ。入るよ、もちろん。あ、笑ってる。そうか。あれ、さっきも笑ってたか？あ、もうほら、全然違うもん、こっから。もう、棚の中には雑多なものが置かれてる。お、なんだなんだ。ん？何か落ちたぞ。ディア、リリー。絵を入手した。これ、関係してくんのかな？机が高すぎて上が見えない。が、椅子があっても動かせない。なるほどね。学校の教科書などが収納されてる。あ、座れるんだ。このモーション、まあね、本当はいらないのかもしれないけど好きだわ。それか何か響いてくるのかな。ドレスや制服。ここは？あ、特に何もないのか。どっちから先に？まあ、綺麗な花が飾ってある。撮りますか？いいの？なんだろうこれ。これは何なんだろう。また新しい。え、どうやらここに入るともう多分セーブできないんだね。あ、できるのか。何だったんださっきの。まあ、取りましょう一応。さっきセーブできなかったの、あ、俺が間違えて労働しちゃったのかな。まあ、とりあえず話しかけてみるか。え、どういう映画をそれ。え、何？何すんの？え？何だったの？全然わかんない。とりあえずスキップでいいのか、ここは。どうなんだろうね。色がついてる。バイオレット。お友達が呼んでいるわよ。マザーって書いてあるから母だわ。遊ぶ約束をしてるって。あ、してないの？この子と遊ぶ？あ、この子と遊ぶ。そう。これからはリリーがいっぱい遊んであげるから。ね、バイオレット。え、どっちがバイオレットなの？え、どういう、さあ遊びましょう。あ、入れ替わってんだ、やっぱり。セーブしようか。入れ替わってるってことでいいのかな？クリアデータ。トゥルーエンドの条件が解放されました。分岐からスタートしますか？あ、素晴らしい。そうしようよ。追ってきてないみたいだな。あ、ここが分岐なの？どう分岐すんの？まあでもここら辺は飛ばしていいのかな？ここが、違うんだ。もう、今日は、お庭で遊びました。少しなら撮って大丈夫って、ママが言ってくれたから。お花でリリーの髪飾りを作りました。リリーの名前が入ったお花。とても可愛くて、お日様が当たるとキラキラ光って見えるの。私のお部屋にも飾ることにしました。ってことは、やっぱさっきのお部屋に、あれなんだ。うわ。そうだ。毎回。うわ。こいつ結局何なんだよ。まあ、お父さんなのかな。だからリリーの部屋の花を取れよってことなんだろうね。多分。花を摘む。ここら辺の花を取った後に行くのかな。リリーがお家に来てもう一年らしいです。ママが教えてくれました。あ、ここ変わらずだね。あ、ロードじゃない。セーブだね。まあ、1にしとくか。どうせこれ最後だもんな、トゥルエンド取ったら。なんだ、あの花が欲しいのか。お、おー、かっこいいぞ。今日パパが邪魔だと。ああ、そうか、これも見たね。で、あとはどうやってリリーの部屋に入るかだよな。鍵がかかってんだよな。で、鍵がかかってんだよな。え、どこにその花あんのっていうとこだよね、まず。で、この写真、家族写真にもなんか、ダイヤモンドリリー。ヒガンバナカネリオ族。花言葉、また会う日を楽しみに。丸がつばつにち、最近育て始めたけれど、少し手入れが難しい。けれど、噂通り日に当たると輝いて見える綺麗な花を咲かせてくれた。そういえば、バイオレットがあのお人形と同じ名前の花だと喜んでいた。
やっぱこの人形の名前がリリーちゃんで、寝てたのがバイオレットちゃんなんだ。なんか植物状態がなんか病気にかかっちゃってんだろうな、多分今。で、多分さっきまでのノーマルエンドみたいなやつらは、の時は入れ替わっちゃったりしたのかな。で、バッドエンドの時は、もうリリーじゃねえ、バイオレット死んじゃって、リリーが、もういらなくなったってことなのかな。まあいいや。丸かつバツイチ、何を間違えたのか。今年はすべて枯らしてしまった。去年と同じように育てたはずなのに。私には合わないのかもしれない。この花は諦めよう。どこにあんの？ダイヤモンドリリーは。まあ、一応全部見といた方がいいのかな。なんか変わってたりは、しないかな。しないね。ダイヤモンドリリーどこにあんの？あの子の部屋だとしたら、あの子の部屋でいいのかな？写真立て。うん、家族写真か。てんてんてんが、やっぱ、なんかあんだろうな。まあいいか。そのまま普通にやってけばいいのかな。ダイヤモンドリリーはどこにあるんだろう。え、どっかにあんのかな。肖像が壊しとくか。でも壊さないといけないんだもんな。まあ、とりあえず分岐っぽいとこまで飛ばそうかな。多分大体同じだよね。ん？あ、なんか初めてここに来たんだけど、外に出るのか？てんてんてん。そうか。みたいなのもあったんだね。はい、というわけで戻ってきました。多分ここから分岐なんだと思いますね。多分ここから分岐だと思います。さっきっていうか、目のやつとか、一人でびっくりしてました。というわけで、これが多分ダイヤモンドリリーを見つけたから、今まではティアだったところが、多分このゲームの題名のディアになるってことなんだよね。で、ディア、なんでディアになるかというと、多分最後にバイオレットちゃんの部屋に行った時に絵でディアって書いてあったから、その通りディアにした。らどうなるかってことですよね。多分そういうことだよね。これでいいのかな？髪飾りと寝室の鍵を手に入れた。それ、花の髪飾りか。なんか嬉しそうだな。バイオレットちゃん、面白くない？嘘つけお前、いいやつなんだろ、本当は。今日はお友達と遊んできました。毎日とっても楽しいです。もう私は一人じゃないんだなって嬉しくなりました。あ、これでやっぱ、トイストーリー的な感じなんだろうな。ぬいぐるみっていうか人形とも遊ばなくなっちゃったってことなんでしょうね。あ、開いてんだ。こっから絶対逃げるぞ。まだ入らない。ちょっと待って。何回もミスってるからな。よし。じゃあ逃げようぜ。オッケー。さあ、かかってこい。人形の野郎。逃げてバイオレットって言われてる。なんだ、こいつら言ってくれてたんだ。裏切り者。ああ、そっか。お前裏切り者って、そういうことか。子供用の木馬が置かれている。ダメ、いけない。僕たちを捨てた。私も連れてって。あんなに愛されていたのに。そういうことだね、多分。バイオレットちゃんが友達できて、ここにいる人形たちと遊ばなくなっちゃったから、そういう風に思ってんだろうな。よし、行くぞ。置いてかないで。セーブし、できたっけ、ここでもまた。よし、絶対逃げる。よし、早く早く早く。よし。あっしゃ。ああ、なんだったんだ。で、まあ、あとは普通に、前回クリアした通り行きましょう。さあ、これでハッピーエンドか何かわかんないけど、取りに行こう。入るのか？お、入ろう。そうか。あ、自動で動いてる。窓が開いてる。あ、俺が動かせる。お、カラス。お前今まで喋ってたのになんでカーカー言ってんの？え、もう別になんもないのかな？自殺とかしないよな。どうなんだろうね。まあ、ここら辺調べても何もないのかな。ダイヤモンドリリーが、
あ、そうか、髪飾りを持ってんだよな。髪飾りはどこで使うんだ？ダイヤモンドリリーで作られた小さな髪飾り。ああ、そういうことか。ああ、そういう絵も見れてよかった。さあ、とりあえず、話すんだろうな、バイオレットちゃんと。髪飾りつけてあげるのか？え？どうして？何？火ってなるわ。俺も火ってなってるもん、今。え、しかも首で動いてる。来ないでよ、化け物。お願いだからもうやめて。これ以上私に近づかないで。いらない。私にはもうリリーはいらないの。おいおい。バイオレットちゃん。いや、きつすぎるだろ、これ。お前なんで笑ってんだよ。それでも愛してる。え、これ、ちゃんと正しいエンド回収だったのか、俺。これでよかったのか、果たして。え、なんで？これを分かった上で、カラスとはもともとこういう契約だったってことなのかな。こういうことするから、一緒に来てくれよ、みたいな。の言ってたのかな。え、髪飾りもらった意味とかは何だったんだ、じゃあ。あ、この後、もちろん、やってくれんだろうけど。うわぁ、きつ。だいぶきつかったな、今の話。リリー、あ、夢だったみたいな感じで知ってるけど、髪飾りがあるよってことか。ごめん、ごめんなさい、リリー。いや、お前だって結構やばいことしてたぞ。まあまあそっか、普通に目覚めて隣に人形の頭転がってたら怖いわな。これは、あの子にあげた。リリー、私も、愛してた。お、過去形かよ。まあそうか、もう過去になってしまってんだもんな。わー、ちょっと怖いじゃん、ディア。これでよかったのかな？これで、本当のラストって、ってことですよね、多分。というわけで、今回はこのくらいにしときましょう。だからこんなにももともとは愛してたってことなんだろうね。こうやって毎日一緒に遊ぶほど愛してたんだけど、やっぱ環境変わって学校とか行くようになって新しい友達できて、わ、めちゃくちゃずっと今、リリーと目が合ってるわ、俺。そういうことなんだろうな。でもなんで最後、笑ったんだろうな。ちょっと俺にはわかんねえわ。これで良かったってことなのか。そうか。考えさせられるゲームでした。ですが、とても素敵でしたね。ずっと、最初からずっといいゲームだなって思ってました。良ければ、皆さんもやってみてください。フリーゲームなので、URL 貼っておきます。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ディア、とても悲しい物語でしたね。これは、悲しすぎますね。良ければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。